昼間は不動産業ですね、はい、その途中とかに時間があればダーツの練習を。1日の大半をダーツの練習に使えるという環境はもちろん素晴らしいことだとは思うけども、そして全てをダーツのために犠牲にしたから勝てるっていうことではないと思うので、こういうリズムで生活しながらもタイトルを取れるよっていうところを僕は今回見せたいと思います。もうこれは21ぐらいの時から何も変わってないんですけども、不動産をやってダーツにも取り組むっていうのは不自然さが僕には今ないと。これだけダーツが盛り上がってきて、ダーツ1本でも食べていける人が増えてきた、その中の一人になりたいなという気持ちはあります。でもこの環境だからダーツのことを大事に思えるのかもしれませんし、ダーツボードを見た時に風景が変わった気がしたんですよ。こうちょっとモノトーン気味だった視界がはっきりとしたカラーに変わるような、そんな感覚になったんですね。その時になんとなくですけども、一生これやるなって思ったんですよ。必ず自分に回ってくると、それを疑いもしませんでしたね。相手に外せっていう意味じゃないですよ。回ってきたら必ず決めるっていう心の準備ができてないと勝つことができないスポーツだと今回もつくづく思いました。20年オーバーで負けても勉強になることがありますって言っててもしゃあないんで、勝ち切ることで初めて知ることっていうのは絶対あると思うので、だから今度の2011は結果4つ俺が勝つっていうことが大前提で臨みたいですね。ダーツを一番楽しんでる人じゃないですか。ダーツを一番大事に思ってなおかつ楽しんでる人がチャンピオンであってほしいですね。